もうなんかちょっとむしゃぶるいしてきたの。勝ち筋が完全に見えてんだよ。めっちゃうまそうじゃない。崎陽軒さん、ほんとすいません。超えてしまいました。できました。やった、完成です。はい、僕がこの中で一番好きな弁当は、どうも、かじさくです。どうも、ゆめちゃくです。ともです。よろしくお願いします。さあ、このですけども、はい、この形のオープニングは珍しいよね。珍しいですよ、うん、でも、この形で結構何回か企画やった企画ありますね。はい、コンビニでフルコースやりましたね。やりました、うん、今回はフルコースではございません。はい、今回やる企画はコンビニの商品だけでお弁当作り対決。やったー。これちょっと楽しくないですか。やりました、うん、まあ今までね、フルコース対決いろんなコンビニでやってきましたけども、はい、確か嫁サックが勝って、そうですね、カジサックが勝って、うん、嫁サックが勝って、うん、今んとこトンボさんが全敗という。この野郎。で、まあフルコースはもう結構楽しくやったから、やりましたね。今回はちょっとお弁当縛り、もうコンビニの商品だけなんですけども、はい、今回はセブンイレブンさんの商品だけでの弁当作りでございます、はい、ありがとうございます。もうちょっと楽しいな、うん、楽しみです、うん、これ相当いろんなセンスが出てくると思うんですよ。弁当はほんとセンス出ますよ。誰が言うてんねん。いや、分かってます、誰が言うてんねん。声も聞こえてます。聞こえてるよね、うん、ただ僕弁当大好きなんですよ。いや、分かるよ、俺も弁当好き、はい、でもやっぱり作り手の気持ちが大事だと思うね、はい、作ったことないでしょ、はいはい、作ったことないよ。もうやっぱそうなってくると嫁作家はやっぱり毎日作ってるわけですから、うんうん、そうか。で、僕は僕でそれ見てたりするから、うん、なんすか、それ見てたりするから。何か何それ、うん、見てるだけですけど。見てるだけじゃないか。後ろ通りながら、うまそうやな。うまそうやな、おじさんやないか。それで言ったら俺だって弁当ぐらい見てるもん。 それで言ったら、いや確かにね。そうよ。ちなみにルールとしては、うん、もうあくまでもコンビニに売っている商品だけなので、はい、家にある調味料使うのは NG です。 NG。 え、塩も、塩もダメですよ。そりゃそうですよ、嫁サック。あ、だったらコンビニで塩買ったらええわ。なるほど。あ、あ、家にあるいい塩使おうとしてたんだ。カルディで売ってるような、はい、ガリガリガリみたいな。それはなくて売ってませんから。売ってませんから。残念。え、嫁ギリ、嫁ギリ。まんまやないか、嫁ギリ。まんまでございましたけど、セブンに売ってる塩しか使っちゃダメ。そういうルールでございます、うん、だから別にあっためるとかは、はい、あのチンとかもちろんそれは OK だから、はいはいはい、っていうことで、わかりました、よろしくお願いいたします、はい、で、今回審査するのがですね、はい、今まではフルコースは安武一人でやってきたんですけども、はい、うん、ちょっと今回から審査員を増やそうかな、なるほど、と思いまして、はい、安武と常、常もファミリーですよ、うん、そうですね、子供3人いて、はい、まあ、お弁当とはかなり接してきてると思う、うん、見てきてますから、はい、常、はい、そしてチームカリサックの食といえば、はい、土橋くん、土橋くん、げんちゃん、なんと今回もう一人、はい、本当は3人でやろうと思ってたんですけども、はい、あのうちのカンちゃんがですね、この企画を聞いた時に私も審査やりたいという、なるほど、そのカンちゃんなんですけど、まだ今学校でございます。現場にいません、まだ。なるほど。学校から帰ってきて、はい、審査をその4人でやってもらおうかなと思います、はい、そして大事なのは僕はやっぱりテーマだと思うんですよ。テーマですね、まあ、前回もフルコースでずっとテーマつけてやってきましたから、はい、それをちょっと発表していこうかなと思います、はい、わかりました。今回作る順番は一応こっちで決めさせてもらって、はい、トンボ、カジサック、嫁サックの順番でやろうかなと、わかりました、思ってますんで、じゃあまずトンボさんから、はい、テーマの方よろしくお願いいたします。わかりました、はい、今回の私の弁当のテーマは、母ちゃんこれだよ弁当。気合がすごいな。でもちょっと伝わった俺、うん、これです。まあちょっと説明お願いしますわ。あ、これもう詳細を言った方がいいですか。お、いいよ、隠しても全然。ちょっと隠しようかな。まあでも簡単に俺は分かったのは、はい、もうトンボがとにかく大好きな弁当を作るんじゃないかなっていう感じ。さすがカジサックです。いや、さすがっていうか、そりゃそうだよ。それしかなくない。弁当パカって開けた時に思わず母ちゃんこれだよって言ってしまう弁当を今回私は作りたいと思ってます。いや、素晴らしいと思います、はい、素晴らしいと思います、はい、俺も正直それ考えてん。ああ、マジっすか。やっぱり自分の好きなお弁当を作りたいなって思ってんけど、はいはい、なんかそういうのあるんじゃないかなって、特にあなたが。なるほど。やっぱりこういう企画って、まあ、打ち合わせもちろんしてませんけど、はい、あの、被ると良くないなと思ったから。なるほど。グリーンと変えた。おお。はい。私、カジサックのテーマは、はい、上海広東ウーロン茶。懐かしい。シェイ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 っていうね。あの、これ、跳ね飛びで昔、僕が、はい、黒族で作ったんですけど。ありましたね。簡単に言うと、はい、むちゃくちゃシンプルに言うで、はい、
中華です。そうやんな。そうやわ。もうあの中華攻めでちょっと今回行こうかなと。中華か。結構中華で揃うのよ。そう。あ、そうなんだ。すごい充実してる。めちゃくちゃ充実。どれ選ぶかっていうセンスも大事なんだけど、だから俺はシンプルよ、かなり。中華の発想はなかったですわ、ちょっと。なかったです。はい。俺勝ちに行ってるから。なるほど。俺ドバシ行ってっから。俺ドバシ取りに来てるから。現狙い。現狙いですよ。マジか。正直ね。それで言うと僕も男性陣はまるっといきますよ。まるっと、はい、まるっといただきます。票は楽しみでございます。はい、それでは嫁サックのテーマお願いします。お花火弁当です。あれ、お花火、お花見。ごめん、お花火ちょ邪魔せんとってくれ。いや、私もビって言っちゃったから。ビって言いましたよね。いやいや、お花見でわかるやん。待ち言ってくれ。ごめんなさい。お花見弁当。お花見か。これちょっとでも意外やった。意外だな。なんかいつも当時とか、はあ、ね、かんちゃんとかせんちゃんとかに作るような弁当とはちょっと違うってことや。そう、サイズが大きいからさ、うんうん、幼稚園弁当は作りづらいし、はいはい、女性向けにしてもちょっと大きいし、うん、セブンイレブンさん物色してた時に、うん、充実感がすごくて、はあ、確かにすごいね、すごかった。いっぱい入れたいのが出てきちゃって、うん、じゃあもういろいろ入れて、うん、花見弁当にしようと思って。なんかちょっと不安やな。不安になってきた。レベルが違いそうな匂いがするな。しますね。やっぱ彩りとかそういうのは絶対うまいから。そうっすよね。だから私はカンちゃんと安滝さん狙いに行ってる。なるほどー。いやでも今回実は僕の中でこの企画考えた時にちょっと裏テーマがあって、はい、主婦の皆様、はい、ママさんね、まあ、パパさんも弁当作ってる人いると思いますけど、はい、忙しい方々がさ大変です。なんか真似できたらいいなと思って、うん、そうですよね、うん、もうコンビニでもできる、こんなに素晴らしい弁当ができるっていうのがあったらいいなと思って、はい、この企画をやろうと思ってます、うん、今回見てて思ったのは、うん、新しい発見がいっぱいあった。こんなにお弁当に使えるものがいっぱいあるんだと思って。なるほど、うん、確かにあんなに見えへんやん、うん、スーパーと違うからさ、確かにやっぱコンビニって買うもの決めて入るから、うん、意外とすごいよね。すごい。そうで、やっぱり物々によってはね、弁当入れて、弁当入れてもこのサイズですから、はい、余ったりするけども、それは大人が食べたらええやん、そう、ね、パパママが食べたらええやんっていう話で、もう一石二鳥の企画かなと。これは素晴らしい思っておりますので、はい、じゃあ早速いきますか。いきますか。まずはトンボさんからですね。はい、というわけで本日もせーの、オナシャス。さあ、というわけで、はい、トップバッター山口トンボ、うん、早速やっていきたいと思いますが、お願いします。まずセブンイレブンで買った商品を紹介させていただきたいと思います。お願いします。私が買った商品はこちらです、うん、はい、紹介します。こちら、まずご飯ね、宮城県産一目惚れ、うん、そして炭火で焼いた牛カルビ焼き、はい、そして金のウインナー、うん、そして切れてるだし巻き卵、うん、若鶏の和風鶏唐揚げ、はい、そして北海道産鶏肉のミートボール、はい、そしてつるし燻製厚切りベーコン、以上流しな。いや、手10になってさあ、というわけで早速こちら全部、はい、まずは温めていきたいと思います。はい、温め終わりました。もうこれもう温めたらもうあっという間ですからね。そうですね、あとは詰めていくだけ。なんとなくシミュレーションしてきましたが、あ、さすが。まずはじゃあウインナーからちょっといきます。ウインナーから1本使うというよりも切ってね、切って、うん、これ意外とむずいかも、うん、集中してる時の返事出ましたよ、あの気持ち入ってないやつ、うん、やってるからあ、すいません。そうそうね、真剣勝負っすもんね。真剣勝負。あ、ちょっとこれいいかも。そうだろ、はい、ワクワクしてきた。ワクワクしてきただろ、はい、ほんでや、はい、だし巻き卵、これはもうそのままいきます。もうこれほんと間もなく完成ですからね。これちょっとトンボさん本気だね今回これすごいじゃん。うわ、なにこれ、ぴったりじゃん。すごいねこれ。すごい。で、あ、そういうこと。そういうことなんです。これ、はい、めちゃくちゃうまいの。セブンの牛カルビ焼き、ね、これもほんとね、びっくりクオリティなんですよ。うわ、これを、うん、これもカジサックというのさ、もうほんと腰抜かすんじゃないか今回これマジで、もう審査員にルフィいたらこれ選んでますわんぱくだけど、これはいいですね。テーマ通りっすわ。今回マジで、この本気度が伺えると思う。うんうんうん。もうなんか、ちょっとむしゃぶるいしてきたもん。ハブさんがさ、将棋の時にさ、はい、勝ち筋が見えたら手震えてくるみたいな、はい、それの状態になってる。勝ち筋が完全に見えてんだよ。トンボさんでも負けてる時も手震えてますよ。
これ男性陣はちょっと、これはマジで勝ったぞ。これはいいな。これ勝った勝った勝った。これね、うん、ご覧になってる女性の視聴者さんは、うん、ピンとこないかもしれないですけど、うん、中高生の話もバンザイしてますよ。バンザイバンザイって言ってるの、はい、ということで、はい、山口智子の、はい、母ちゃんこれだね弁当、はい、完成です。やだー。さあ、というわけで続いて解散でございます。はい、お願いします。私はね、こちらでございます。はい、あ、シューマイね。はい、うまからだれの鶏から揚げ。はい、そしてチリソース、エビチリ、うん、チャーはいで、レタス、はい、サラダということで、うん、シンプルでしょ。シンプルですね。まあ僕、上海、関東、ウーロン茶入れてるから完全に中華なんですけど、はい、今回ちょっと僕の中でのテーマがあって、はい、さっき言った通りですね、うん、こう、真似しやすい、はいはいはい、お手軽、忙しいママ、パパに向けて、うん、っていう僕の中で裏テーマがあるのよ。なるほど。た中で、うん、俺、包丁使わずに作れる弁当を作る。ああ。なるほど。そして激うまな中華弁当、うん、まあ、上海カートンウロちゃんなんですけどそれを作っていきたいなと。なるほど。思いますね。とりあえず全部温めていきます。はい、こちら全部チンしました。うん、もう確定でしょ。はい、絶対うまいでしょ。これはうまそうっすね。これもチャーハンですよ。うん、もうこう入れていくだけ。もうあっちまいですよ。ご飯がチャーハンってのはいいですね、これ。まあ俺もね、単純に好きなの、中華弁当が。うんうんうん。タレントさんでも多いと思う。はい、うんうんうん。選ぶ人。そんな中でも、はい、今まで食べた中華弁当の中でも1位叩き出したのって、これ。まあ申し訳ないです、正直。はい、はい。崎陽軒さん。はい。すいません。抜きます、今日。崎陽軒さんの弁当ってめっちゃうまいのよ。うまい。あれ超えるよね。うん。おそらく。ちなみに袋全部これ使ってませんから、残ったやつは後で自分のお昼ご飯にしたらええやんっていう、その裏テーマが俺大事にしてるのよ。素晴らしい。一石二鳥やから、ほら、ぴったり、完璧、ぴったりでしょ、うん、チャーハンで、はい、これサラダね。うん、やっぱ彩りもサラダも栄養も大事やから、こっち側にこう敷いていきたいと思います。はい、やっぱり山下くんのお弁当見てるだけありますね。せやろ。はい、せやねん。俺これ多分見てなかったらこの発想ないと思う。うんうんうん。絶対サラダ嫁さくなんか入れるから、うん、彩りや言って。これムラも入ってるから。ムラ入ってますね。これムラ入ってるから。完全に。彩りなかなかムラ入れることむずいから。あんまムラないでしょ。ないですもんね。芋ぐらいしかないですもん。芋ぐらいしかない、ね。ムラで言ったら。薩摩でしょ。薩摩です。薩摩ね。わかるわかる。でも薩摩よりもムラだから。俺もうできるよこれ。うん。ここに、ちょっとじゃあ、大きめのやつ、これいい形してね、このカレー。ここを上に置くわけよ、1個。いいですね。ちょうどいいやつがいいなぁ。これぐらいか。これをどすんですよ。これうまそう。はい、来た。やばい、やばい、やばい、やばい。やばい、これ。買ったかも。これ今さっきムラ入れたでしょ。はい。トマトとかちょっと入れずに、はい。赤入れたから。あ、これもう赤も入っちゃってんだよ。なるほどね。この、これなんて言ったっけこれ、赤ひげ。赤ひげではないんですよ。糸唐辛子ですか。糸唐辛子。赤入っちゃった。うん、ムラも入って赤も入るなんて、もうこれ彩り完璧でしょ。彩りこだわるな。でやんか、はい、ここにやんか、はい、エビチリやんか、うわ、これをこうやんか、あ、これをタレもたっぷりやんか、これを入れることによってサラダの色がまた映えるでしょということです。ほれ、うん、どうよめっちゃうまそうじゃない。これもこのまま売ってんじゃないですかっていうぐらいの。せやろ。すげえ。崎陽軒さん、ほんとすいません。超えてしまいました。完全に超えました。素晴らしい。新作の上海広東ウーロン茶完成でございます。やだー。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ私が使う材料はこちらです。はい、切れてるだし巻き卵。なるほど。はい、ピリッと辛っきゅう、うん、と、これ冷凍商品なんですけど、はい、ナスの揚げ浸しと、はい、ささみチーズカツ、うん、この10種類のミックスサラダはちょっと彩りに使おうかなと思って、はい、なるほど。銀鮭の塩焼き、はい、で、たけのこ土佐煮、うん、で、枝豆、はい、やげん軟骨と、はい、ご飯です。なるほど。ちょっと結構多いですね。そうですね。で、うん、コンビニに売ってたお塩と、はい、七味唐辛子を買ってきました。はい、じゃあ早速、はい、温めで温めていきます。はい、温め終わりました。はい、まずは、はい、豆をちょっと出していきます。豆を出す。はい、あ、こうやって一個ずつ出していくんですね。はい、なるほど。
この枝豆めっちゃ美味しいですよね。知ってます？美味しいですね。塩加減が絶妙じゃないですか。うん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 。一個こういう作業があるっていうのがやっぱ普段お弁当を作ってるっていう感じがやっぱりね、ちょっと前の二人と比べるとそうですね。まあでもあれはね、あれでテーマもあったんで、向こうは包丁使わないとか簡単にいけるっていうね、はい、なるほどなるほど、はい、私はなんか普通にいろんな、例えば旦那さんのお弁当とか、はい、学生のお弁当とかに使えたらいいなと思って、はい、うん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 、全部一から作るんじゃなくて、うんうんうん、こういうのも使えるなっていうのが、ね、コンビニの食材でこういうお弁当ができるんだよっていうね、はい、そうですね、やっぱ毎日作るのほんと大変ですもんね。大変です。でも全然中学生のお弁当とかの方が楽だなって思いました、うんうんうん、幼稚園のってなるとちょっと大変ですね、はい、なんでなんですかそれは。やっぱり中学生って結構肉焼けばよかったりとか、なるほど、炒めればよかったり、はい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 、幼稚園児だとそうはいかないので、なるほどね、食べれるものにしなきゃいけなかった、うん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 、そうするとレパートリーが減ってくるので、そっか、難しいです、うん、枝豆を、はい、出して、はい、でこのご飯を、はい、ここのボウルにちょっと出します。あ、ボウルにどうする、はい、でちょっとほぐして、ね、ちゃんと、え、うわ、あれ枝豆をはぁ混ぜます。うわ、なるほど、すごい、枝豆ご飯にします。なるほど、そういうことっすね。でちょっとお塩も混ぜて、お花見弁当っぽくないですか、この色合い。いや、いいですね。つね、これはちょっとね、すごいね、すごい、この発想はやっぱさすが普段からお弁当を作ってる人じゃないと、うん、でこれを詰めます。めちゃくちゃ手間をかけるわけではないけど、ちょっとしたこういう一手間でこうできますよっていう、これは素晴らしいですね。経験値が違うわ。違う、経験値出てるね、これはね。で、豆ご飯を敷き詰めて、はい、でここがちょっと開くじゃないですか。そうですね、あえてこの量ってことですもんね。はい、はい、やっぱり緑があったらピンクが欲しくなりますね。うわ、なるほど、へえ、うん、うわ弁当っぽい、もう綺麗ですもんね。ここにちょっと煮物を入れたいんですけど、はい、もう1日の栄養全部取れちゃうもうバランスいいもんな。ちなみにそのカップみたいなやつもコンビニですか。あ、セブンイレブンに入れてました。ちょっと一人だけもう違う競技してるみたいな感じ。え、そうなんですか。で、そして、はい、ここにメインを混ぜていきます。はい、で、このささみチーズカツを、うまそう、こんなになんかお弁当に入れれるお惣菜が豊富だとは私も知らなくて、うん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 、もう私も勉強になりました、ここ。うん、見栄えがいいな、やっぱり空いてるスペースを本当上手にね、ね、綺麗に収まってくわ、ね、本当ですね、気持ちいいですね、見てて、すごい気持ちよく入りましたね、うん、今で、はい、次はナスの煮浸しさんを入れて、はい、オクラがついてるんですよ。うわー、これ見てくださってる方は分かると思うんですけど、はい、紫があった。紫、はい、紫の彩りってあるもんなんですね、いろいろ、うん、あります、あります。きゅうりを、はい、入れます、うん、で、ここに軟骨、これ大好きなんです、子供たちが、この軟骨。いや、美味しそう。いや、でもこの豊富な種類を一から作るとなると相当大変ですもんね。そうなんです、それをこうやってできるってことですもんね。そうですね、すげえ、すごいできました。やった、お花見弁当の完成です。はい、完成。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれよ、なんやこれなんやこれえ、これ全部コンビニ。ちょっと待ってください、全部コンビニ。ごめん、ちょっとトンボのもちょっといろいろ気になんねんけど、これがいかつすぎてこんなん売ってました。これ何なん、豆のやつ。枝豆売ってるやつあるじゃん、うん、チルドのところ、はい、あれを房から出して混ぜた。ああ
俺が助言したやつか。おいおい嘘をつくなよ。やっぱすごいな、その発想はないわ。俺のもどうよ。美味しそう。いや、うまそう、うまそう、めっちゃうまそうじゃない。うまそうではあります。完全上海関東風呂じゃん。確かに中華で綺麗にまとまってますけれども、うん、俺のやつどうですか。あのね、はい、もうマジでね、トンボっぽい。わかるで、はい、めっちゃうまそうやね、はい、うまそうやけどさ、ちょっと今からちょっとそこにね、実は審査員がいると。はい、ずらりと。で、ちなみに今回急遽、はい、なんとコジサックが、うん、コジ僕もやりたいということで、うん、コジもよろしくね。よろしくお願いします。カンちゃんも、カンちゃんもよろしく。よろしくです。なんですけど、はい、ちょっといろいろ言おうよ。そうですね、基本的にはみんな最高やと思うわ。うん、いいと思う。でも本当にうまくバランス取れたなって、打ち合わせなしで。確かにそうっすね。でもなんか俺はトンボはそんな感じやろうなと思って、はい、だからまあテーマで母ちゃんこれでお弁当って言いましたけれども、うん、分かるんです。もうバランスよくね、いつも作ってくれてありがとう母ちゃん、いろいろ野菜とかも入れてくれてありがとう母ちゃん、うん、だけどパカって開けた時に、母ちゃんこれだよってなるんですよ。やっぱこれが食べたかったんや、こんな好きなものしか入っとらんやん、母ちゃんありがとう。いや、分かる、気持ち分かんねんけど、多分視聴者さんも絶対言ってると思うんだけど、はい、茶色すぎるわ。何も言うたかで、どう嫁さく。そうね、ちょっと緑欲しいかなっていう。いや、分かってるんです。それも分かってるんですよ、緑が欲しいのも分かってる。だけど緑がいらない時もある。あと、はい、ごめん、別に蹴落とすわけじゃないんだけど、本当にだろうな、全く蹴落とすつもりはないんだけど、はい、むちゃくちゃ喉乾くよねこれね。いや、飲んだらいいかな。それは確かに、あの、休める隙がないよね。そうそうそう、休まる隙が、箸休めがない。あの、弁当で一番幸せな瞬間ってご存知ですか。いや、教えてください。じゃあパンパンに詰めて、うん、ちょっともう喉が詰まって、喉詰まってきたなって時に、ちょっと水と一緒にゴクン、最高。これですよ。わかるよ。はい、別にこれ本当に蹴落とすわけじゃないけど、うまやろな。俺はやっぱりお弁当って、はい、老若男女に刺さるものがいいと思うのよ、はい、だって今回別に学生弁当対決ちゃうから。え、全日本学生弁当対決じゃないんですか。違います。言ってない、そんなこと。だから学生さんとかは好きかもしれない、はいはいはい、でもごめんね、俺やったら、はい、この弁当の、お弁当のこの形やったら、はい、俺これは選ばないかなというか、もっとさ、この間がなくてこれぐらいまで幅があったら、はいはい、これでいいと思うね、はい、ちょ、多すぎるなっていう、なんかおかずが。あ、いや、それ、あなたが小食だからなんですよ。朝食の発想なんですよ、それは。ローとニョの方は選ばないと思う。いや、そんなことない。カンちゃんの目がキラキラしてますもん、これを見る。本当に。あ、マジで。うん、ドバシなんてもうよだれ垂れてます。ドバシ雑誌あるな。いや、もうこれは本当に。でもそれ言ったら俺もドバシ雑誌や。まあね、見事やわ。俺はもうはっきり言って失礼やけど、うん、崎陽軒超えだと思ってるから。いや、確かに素晴らしいと思うんですけど、うん、まあこれも本当蹴落とすわけじゃないんですけれども、ね、このサラダ敷いてるじゃないですか。それも彩りもあるし、うん、この敷くシステムいるっけって思うんですよ。分かってねー。あー、分かってねー。だからお前みたいなクズは。お前以外しろ、お前。動画史上一番ひどいんじゃねえか。彩りのみで入れてると思ってるでしょ。はい、全然違うから。いや、そうでしょ、だって違います。例えばこのね、うま唐揚げね、うん、これと一緒に食べた方が美味しかったりする。あー、美味しい。いや、でもシューマイの味も混ざっちゃってるから。そんなにつかないから。顔が腹立つ、顔が腹立った。シューマイそんなサラダに味つかないから。エビチリのさ、味がついちゃうの。いや、だから聞いて話。エビチリと一緒に食べて美味しいから。バカなんじゃないの。おい、一緒に食べれるから選んでんの。ちなみにこのチャーハンにも残って入れたらレタスチャーハンみたいになるから。チャーハンってずるいけどね。は、何ずるいって。ずるいって何。やっぱ白飯で勝負してないっていうのはもう。してないのよ、あんたも。下には白飯やから。白全然見えへんから。じゃあ、じゃあ、めくったら白やから。こんなんとかも、これ嫁作のこれもそう。なんか白飯で勝負してないんだよね。そんな変わんないと思いますけど、これ嫁作のが白いよ。嫁作よ、これ何これ。マジでこれ本当にコンビニのお惣菜だけっていうね。そうです、攻めれない、何も。ただ、うん、うんうんうん、言ってあげてください、会社作。確かに素晴らしい、うん、素晴らしい、もう本当に、うん、もうお花見弁当としては100点やけども、はい、さっきも俺言いましたけども、やっぱりお弁当イコール老若男女、はい、っていう部分でいくと、かんちゃんとか個人もね、急遽入ったけど、はい、子供に刺さるのかいっていう。そうなんですよ。これはもう老の方は 100% 刺さるんだよ、うんうんうん、あと女子ね。女子も、うん、なんよ。
そう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 。ナンはこっち行くんちゃうかな、うん、ちなみに今回審査員ナンが多いから、うん、そういうことです。どうなるかな、うんうん、やっぱあとね多いわ。誰が言うてんの。一番多いわ。これがね、はい、すごいなって思うのが、はい、一個一個見たら多いのよ、はい、でも彩りで多く見えないのよ。確かにバランスがいいから。箸休めをね、ちょっとね、うん、ちなみに聞きたいんですけど、これ、はい、オクラとナスのやつは、はい、一個一個別の商品ですか。一個に入ってるんです。このオクラが一本だけ入ってるんです、これ。はぁ、そうなんだ。はい、すごいよな。だから同じ色にしちゃうと多く見えんのよ。うん、確かにね、うん、ちょっと緑入ってたら、多分そんなに多く見えない。黄色が入ってる。黄色緑だっていや、補えてないのよ。あなたね、はい、狭いのよ、うんうん、高校球児には人気やと思う。そうですね、マジで、うん、狭いねターゲットが、おそらくやで。で、うまいとは思うけど、うまいよ、絶対に。このカルビなんてもう異常にうまいですからね。そんなん言い出したら、この唐揚げシューマイうまいからねってなってくるから。まあまあそうですけれども、ちょっとやっぱり女としては、はい、このご飯を食べた後にここちょっともうどうしようかな。そうそう、俺はそうなると思うねん。ソーセージ入ってるから、俺は。ソーセージが入ってないんだよね、みんな。ベーコンとソーセージが入ってるから濃いな。まあでもこれほんまに分かんないから、ね、いや、そうなの、うん、どうなるか、うん、そう、こんな言い合ってたってしょうがない、うん、そうね、はい、うん、じゃあちょっと早速もうカンちゃんとコジもみんな審査員見てくれたから、うん、はい、順番に発表していってもらいましょうか、うん、ちょっとほんとカッコつけないでくれぐれも。本当に自分が食べたいやつに票を入れてください。コジ、カンナ、土橋、常安、うん、はい、年齢下からいこうか。わかりました、いきましょう。まずコジサック。コジ、どれが一番好きですか。トンボさん。やだー、コジ。うわー、そうだよな。まあでもそうか、よし、この一票はでかい。でもそうやな、コジのお弁当基本こんな感じだ。コジありがとう、うん、おもろおもろおもろ。やっぱこれが一番食べたかった。いやー嬉しい。いいね、コジ。ガチでいいね。うん、嬉しい、嬉しい、嬉しい。確かにそうやな。じゃあ、カンちゃん。この一票でかいぞ。カンちゃんはどれが一番好きですか。カンちゃん。ママ。いやー、やっぱりそうか。軟骨入れたから、カンちゃんの好きな。あ、そうか。それはあるし、彩りがいいから、うん、味を知らなくても美味しそうに。確かにな。なるほど。でも、カンちゃん、こういうのも好きでしょ。うん。カンちゃん本当にカメラ回ってなかったらこっちを選ぶ。なんでだよ。忖度してんよ。別にカンちゃんは嫌いなものだって入ってるけど、うん、お弁当って好きなものだらけでもいいけど、うん、好きなものだけだと口の中がちょっとなんか喧嘩するじゃないけど。分かった、俺カンちゃんが言いたいことは分かった。総合的に見てくれてんだよ、うん、やっぱりお店でお弁当じゃ売りますってなった時に、はい、これを皆さん選ぶんじゃないかって言いたかったんだよね。なるほどね、総合的に見てんの。さすがカンちゃんだな。え、俺入ってんで。ほらね、そうやろ、こういうことなんですよ。分からへんから一票一票ね。一票一票、これはいつもと違う展開だぞ。これ続いて、はい、土橋君。はい、土橋君、これもう本当に忖度なしでいいから。そうよ、頼む。それでは土橋君、はい、一番好きなお弁当どれ。カジサック。おし、おー、カジサックの中華弁当です。ありがとうございます。これほんまっすか。そうだ、何、1万円狙ってたから。あ、そっか。ちょっと理由聞こうよ。はい、ちょごめんな、腹立つわ。おいおい、レッドカード、レッドカード。これは審査に入れてください。残りの審査員の皆さん、聞こうよ。わかりました、土橋君。はい、まあ、トンボさんと改札で迷いました。おー、がっつりちょっと行きたいなっていうのがポイント高かったので、うん、なんですけど、僕エビチリがすごく好きで。おっしゃー、よかった、入れて。おエビチリってなかなかお弁当とかあんま食べれないなと思ったので、うん、ちょっと特別感があってめちゃめちゃうまそうだなと思いました。ありがとうございます。これ結構理由が走りそうだな。まあまあ確かにそれを言われたらね。だからたまたま俺知らんかったから、土橋君はエビチリ好きって。エビチリなかったらこっち選んでたってこと。いえ、なんでだよ、関係ないやないか。あれ、おもろなってきたね。111111、うん、いや、これってことは、あと常と安武でやばい結果が決まるということで、ちょっと頼むよ。では常さん、お願いします。一番好きなお弁当どれ。カジサック。うわー、マジ
ちょっとマジで マジちょっとほんとつれ、僕も土橋君と似てるんですけど、僕もガッツリ行きたいんですよ。そうやんな。なので正直トンボさんとカジサックで迷った。おそう、カジサックの方は、うん、チャーハン、シューマイ、あと唐揚げ、うん、エビシー、 それぞれの味の違いがわかる、あるんですよ。それ言いたかった、俺もありがとう。トンボさんの方はちょっと味が偏りがある、うんうん、そう、一緒やね。そう、全部卵があるからそれバカだトンボさんの方はもう味が全部似ちゃってるんですよ。あ、面白い。お疲れ様です。いや、まだわかんないです。確かに最後安武、これで同点になるかもしれないし。そうやな、はい、うん、これ同点になったらちなみにどうなるんですか。同点になったら、はい、誰か捕まえてくるわ。なるほど、それで決勝戦、うん、決めようよ。わかりました。さあ安武、安武、はい、どれが一番好きな弁当選んでください。僕がこの中で一番好きな弁当は嫁作。うわ、やったえ？ってことは同点？はい。2-2-1。コジー！ありがとう！もうカンちゃんのおっしゃる通りで、うん、このいろんな種類が詰まってるっていうのがお弁当の醍醐味だと思うんですよね。なるほどね。で、嫁サックが白ご飯だったら僕選んでないです。おー！あー、豆ご飯だから。豆ご飯だったから、これにしようと思いましたね。いや。人妻で選んでるな。やったけストライカー発動しとるやないか、お前そこを言われるのをもう恐れずに俺は選びましたからそれぐらい素晴らしかったし、本当に食べたい、これが。悔しい。面白いね、これ、うん、ちょっとさ、はい、思ってんけど、はい、そもそも入れたらよかったなって審査員に、はい、って思う人が実は一人いんのよ、はい、実はおかん来てんのよ。これで、おかんが今、はるちゃん見てくれてんねんけど、はい、老若男女の老。なるほど。最後、おかんに決めてもらうぞ。お母さんで、うん、決勝戦。うん、多分選ばれないんだけど、お前。おいだって、老を一番選ばれお母さんのこと分かってないですね。は俺の、はい、あなたたちはお母さんのことを全然理解してない。知ってるんですか。お母さんカルビめっちゃ好きっす。確かに、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 そうだ。確かに、確かに、あります。多分今ここにある食材の中で一番好きなのカルビやわ。あります、まだ正気は。お前分かんな、はい、ちょっとおかん呼んできます。はい、まずははるちゃんです。はるちゃん、これパジャマなんですけど、かわいい、かわいい。さあ、おかん、うん、はい、来てくれまして。お母さん、ちょ、今同点になったの、はい、票数はちょっと隠しとくわ。隠しましょう。誰が同点になってるかおかんには言いません。はい、とにかくおかんが一番好きな弁当を今から選んでください。はい、もうこれで決まるから。おかん、なんか出ます。もう出るか。じゃあ早速もう聞くよ。いきましょう。これで勝負が決まります。おかん、一番好きなお弁当どれですか。年齢的に真ん中。あ、やったー、うん、やっぱりそう、バランスです。そらそうか、やっぱりロー代表だったのよ、うん、やっぱりバランスがいい。バランスです。わー、お母さん、はいな、あなたカルビ好きじゃないですか。カルビは大好きよ。そうでしょ、人の5倍は食べるから。そうでしょうか。でお弁当にしたら、うん、お弁当にしてやっぱり季節感とか、はい、塩味、甘辛味とか、ミックスが一番いいんですよ、お弁当。そういうことか。え、俺おかんなかった、全然解散。というわけで、はい、優勝嫁作でした。いやー、これはお見事、お見事です。いやー、嫁作見事やったね。いやー、おめでとうございます。やっぱ強いな。そりゃそうよ。うん、いや、頑張った方やと思うで。そうですよね、ちょっと完璧だわ、うん、正直。いや、もう素晴らしい。でもこれで負けてたらと思うとね、ちょっとどうしようってなってたから。確かに3位だったらどうしようってなってた。分からないで、うん、改めてもうちょっと視聴者さんに選んでもらおう、はい、カジサックのか嫁サックのか、はい、トンボなのかで、はい、ちょっとコメントください。これはください。で、視聴者さんの中では結構いろんな世代いるから、うん、ひょっとしたら嫁作じゃないかもしれない、うん、そう、全然あると思いますよ、これは。まあ高校生はね。高校生頼むよ。本当の自分の食べたいものを書いてくれ。
最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。